はい、皆さんこんにちは、スーパーアネコパンチです。ちょっとね、1日2日ほど風邪でダウンしてたんですけれども、いろいろねデスティニー界でまた事件が起きたみたいですね。こちらのベルグシアの牢がねとうとう解除されたので行ってみたいと思います。ガーディアンがヨーロッパデッドゾーンでベルグシアの牢を見つけた。新しいブラックアーマリーのフレームとアクティビティが待っている。ベルグシアの牢に任意のフレームを持って行って報酬を獲得しろ。はい、行ってみたいと思います。まずはエイダさんのところに行ってみたいと思います。で、このベルグシアの牢なんですけれども、どうやらこれを解除するために、何曜日研究所っていうところで、パズルをね、解かなきゃいけなかったみたいなんですね。で、それをどうやらそのガチ勢のガーディアンたちがめっちゃ頑張って解いたんだけど、結局最後まで解けなかったみたいなんですね。で、その連続配信、解けるまで頑張りますっていう配信者もいたらしくて、なんか海外の配信者なんか20時間ぐらいずっと配信し続けて、でも解けなくて死人のような顔で配信し続けてた、頑張り屋さんのガーディアンもいたらしいですね。はい。で、それを見て、バンジーが、パズルもういいやって、24時間以上かかっても解けないからもう自動的に解除しちゃいますみたいになったらしいです。で、これに対してね、やっぱ賛否両論があって、どうなんですかね。なんかどうせだったらそのヒントを与えて、その人たちに解除させた方が良かったんじゃないのかみたいな、達成感っていうものね、20時間も頑張ったんだからね、それは解除させたいよね。まあでもこういうね、なんか難しすぎるコンテンツを出したバンジーも悪いし、まあ解けなかったからってさね、すぐ解除しちゃうのも良くないよね。だったら最初からもっと難しくないコンテンツにすればよかったのにねっていうのはありますね。ユーザーテストをきちんとしたのかな、そこが謎です。はい。そしてさ、こんな難しいパズル出すんだったら、まずそもそもデスティニー2は FPS であって、パズルゲームではないのだ。だからちょっと迷走してる感ありますね。はい。何年もブラックアーマリーのことを知った気でいた。なんでって？だが違った。ガーディアンが黄金時代に失われたと思っていた私たちの施設を見つけた。ほう。ブラックアーマリーの記録に詳細はなかった。あったのは内予備計画についてだけだ。それ以外はない。紛失したページなしではパズルを解くことはできない。なるほどなるほど。ページがないのなら、できうる最善の策はその場所を探し回ることだ。うん、めめめめ。エイダ1は黄金時代から失われていた内予備研究所として知られるブラックアーマリーの秘密の施設をガーディアンが発見したことに驚いている。そこで鍵型が見つかった。彼女はそれの本当の使い道を見つけると信じて手渡してきた。エイダ1が施設を探して、そしてその秘密を暴くことを即している。なるほど、これは鍵のカードだ。 OK。 はい、今ゲットしたクエストなんですけれども、どうやらこの謎メーター箱のね、エキゾチッククエストの最後の女王を開くために必要なクエストらしいです。これをコンプリートすることで、最後の女王が開いて謎メーター箱が開けられるということらしいですね。ちなみにまたね、さっきのベルグシアのね、解除パズルの話になっちゃうんだけど、解除の仕方はね、やっぱりまずいかなと思いますね。せっかくだってさ、配信者たちが頑張って何時間も頑張ってさ、解除しようとしてんのに、せめてヒント与えればいいのかなと思いますね。それかもうどっしり構えてヒント渡して、もう何日もかかってもいいからさね、解除させればいいのにね、ユーザーに。何の話をしてるのか分かんなくなっちゃった。まあいいやとりあえず、要はどうせやるなら、まあ、難易度きちんと調整して、で、難しくしたんなら、もう、どっしり構えて、で、ヒントを与えればいいじゃないと。なんか、一気に解除っていうのはね、要は、ユーザーたちが慣れちゃうよっていう話でした。はい、すいません。長い話になっちゃいました。話が長いな、俺。話が長いおっさんになってるぞ。やばい。痛い話が長いおっさんになってる。何曜日研究所どこにあるんだ？俺はこれ、スパローで行くんだ、最後まで。イェーイ！あー、ダメだ！はい、これでみんな分かりましたね。これスパローでいけませんね。はい。なんか山登りしてるみたいな。着いた。これかな？こんなところにあったんだ。すごいな。お、それっぽい感じになってきましたね。もうすでに先客がおるやないかい。おるんか。ちなみに今僕が使ってるこのハンドキャノン、ベターデュールと言います。D2 のね、初期からね、結構強い武器なので、まあ、結構使う方が多いので、ベタデビルという人もいます。はい、ただの親父ギャグですね。はい。はい。ここどうしたらいいんだ？お、開いた！あれ？
解除されちゃってんじゃん、これ。あ、そういうことか。要は、ここで、これが内曜日研究所でしょ。内曜日研究所で、こっちからベルギシアのロってことだよね。あらららら。らららららら。ら要は、これがあくまですげえ時間かかっちゃったっていう。うわー、そういうことか。内部研究所の奥にベルグシアののがあったのね。いやー、確かにこれは悲しいわな。ここだろうね。要は、ちょっと待って見てみよう。ここにいろいろあるの。あー、やっぱりね。ここにいっぱいありますね。はーい。うわー、バカみたいに印がいっぱいある。やばい。これよ、ガーディアンたちは頑張ったんだな。しんどそうやわー。いや、この狭い、このクソ狭いスペースの中でみんな頑張ったんだろうね。いや、本当にお疲れ様でございます。で、これを、解除すると、ウィーンつって、声が開くと。そういうことでしょう。はい。こんなのゴールデンガンでぶち壊せそうだけどね。そっか。難易度調整、やっぱしくったな、これは。皆さんどう思いますかね？今回の、バンジーの事件。どう思うかぜひコメント欄で教えてください。僕自身で感じることとしては、やっぱり自分が前さ、紹介したエンブレムの解除方法っていうので、あれのラスムッセンの贈り物っていうのすごいめんどくさかったのね。どんだけ打たせるんだよ。たかがエンブレムごときで。これがさ、もっとすごい武器とかだったらわかるけど、たかがエンブレムのためにあんなに打たせるのはどうかなって思ってたんだけど、どうやらバンジー勘違いしたらしくて、それがもうユーザーすっげー楽しんでると思っちゃったらしくて、もっと難易度が高いものを出しちゃったみたいですね。一回落ち着いて考えてほしいですね。はい。FPS なので、物を打って楽しむゲームなんだよ。別にパズル解いて楽しむゲームではない。どうせやるんだったら、最後までやりきってほしいかな。なんかあっけないよね、こんな解除されたら。俺だったら萎えるわ。あ、風でやってないんだけどな。まあ俺たちをぶちのめして、このベルグシアのロやっていこうと思います。本当に最初1回目なんで、あんまり期待しないでくれ。そうだ、俺はフォールにでさえ手こずる男だ。それでは、内部研究所の奥にあるベルグシアのロ起動していこうと思います。なんかね、機械転換せっかくするんだと。うわー、もったいねー。俺デイリーワンティ持ってる。めちゃくちゃ持ってる。これフレーム買いに行った方がいいじゃん。ちょっと一回戻ります。はい、今 A1 もう一個ね、ちょっとお伝えするのを忘れたんですけれども、こちらの方に2個ね増えてますね。フォージポリマーっていう、消費すると貴重な物質によってブラックアーマーの武器の強化が成功した時にアーマーの一部が入るっていうのと、あと黒曜石ラディエンス、黒曜石アクセラレーターっていうね、どうやら素材があるとなんかダメージが増加するらしいですね、どうやってる間に。なんかここら辺ちょっとね、もう確認していきたいと思います。こっちはまだね、アクセラレーター自体持ってないので、ちょっと確認できないですね。このね、ベルグシアのロが解除されたと同時に、蝶の蝶、手の蝶、この謎めいた箱っていうエキゾチッククエストなんですけども、おそらくこれスナイパーライフルのクエストなんですね。で、これ釣り針の蝶を、蝶の蝶、そして手の蝶、最後にブラックアーマリの蝶、これがおそらく、今回ね、解除された、ベルグシアのロでね、解除するものだと思うので、これで多分箱が開くと思います。とりあえず僕はちょっとまとめて釣り針、蝶、そして手、全部やっていこうと思います。まず釣り針から。釣り針はですね、一番最初のベルンドのロです。それでは行ってみよう。これもしね、やっちゃった方は、何分か後まで飛ばしてください。はい、ベルンドのロ着きましたね。どうやらね、撃つやつ、撃つなんか、ゴーストっぽいやつ。ここの3本の杉の左、と真ん中の間らへん、そしてこっちから見ると、洞窟の方のここら辺に映るらしいですね。今立ってるのはこのプレートみたいなやつです。ちなみにこれはレベル2、ベルンドの牢の転換のレベル2の時に出るらしいです。やっていこうと思います。まあ最初は普通にやっていこう。はい、終わりましたね。レベル1。で、ここで、ラウンド2が始まるところでこの箱の上に乗ります。そして外を見て、はい。始まりました。出ましたね。こいつですね。はい。撃ちまーす。壊しました。で、洞窟側の方にも一匹、これを撃ちます。すると、最大火力っていうのが左下につきますね。これで、最後に、箱が出るようになります。これで、針の錠は解除できます。OK。クリアですね。で、箱が出たので、それを開くだけです。あったあった。これね。この箱。はい。これで、鍵をゲットできます。釣り針の記号が掘られた華麗な鍵使っていきます。これ鍵挿入しないとね、解除されないからね。はい。はい、これで進みましたね。釣り針の蝶を解除しました。次、蝶の蝶を解除していきたいと思います。はい、次の蝶の蝶なんですけども、これネッセスのイザナミの炉に向かいます。はい、イザナミの炉着きましたね。はい、こちらも同じですね。レベル2の最初のところで、この左右の足場に出てくるらしいので、こっちと、
こっちに出るらしいんで、ちょっとやっていきたいと思います。はい、ラスト。さあ、2個目始まるぞ。ここですね。これ真ん中の足場から打っていきたいと思います。出てるかな。あ、出ましたね。あれあれだ。はい、1個。もう1個どこだ。あれだ。あったあった。左のこれだな。はい、2個。はい、これで、最大火力出ましたね。これで OK です。で、あとはクリアするだけですね。OK、終わり。で、あとは、あの箱を開けるだけ。はい、ゲット。できました。同じように、先ほどゲットした、これだな。ブラックアーマーリーの鍵。蝶の記号が掘られた、華麗な鍵、使っていこうと思います。はい。で、最後ね、これゴハノン僕やったんだけど、一応ね、確認のために行ってみたいと思います。ゴハノンは、こっちですね。2個目のローです。よし、ちょっとね、ついでなんですけども、今回この、ブラックアーマリーの、ハンドキャノンのね、フレームがもうすぐ完成しそうなので、これを変えて、フォージポリマーっていうのを試してみようと思います。消費するとこの貴重な物質によってブラックアーマリーの武器の強化が成功した時にアーマーの一部が手に入る。これ多分、この最後のこのクエストですね。フレームの最後のゴハノンの炉の点火を完了することで、ハンドキャノンを作れっていうこのステップが終わった時か、もしくはこれの、このバウンティ自体をね、完了させた時に同時におそらく防具が手に入るのかなっていう気がしますね。仕様なんだ。でもだからこれを今使っとけばいいのかな。これ使っといてするとなんかバフつくのかな。ポリマー化ですね。これをポリマー化した状態で、今この持っているフレームをご飯のノロで強化することで、防具が出るのかなっていう感じですね。ちょっと試してみたいと思います。ちょうどいいな、ご飯のノロで。よし、ネスティスのご飯のローですね。まあ防具全部揃えたいしな。足はあるんですよね。マントもあるけど、マントはちょっと笑って感じ、わらわらって感じだね。腕と防具が欲しいかな。欲しいとしたら、はい、ご飯のロー着きましたね。場所はどうやらここら辺の、こっちとここら辺、奥側の2箇所らしいです。はい、これで、ウェーブ2が始まりましたね。1が終わりました。で、ここら辺のね、ここら辺に立って見てみようと思います。出るかな？はい。今、点火されて、あ、出ましたね。これ1個。2個目は、あれだ。はい、こんな感じ。すごい簡単ですね。OK。はい、完了ですね。で、はい、出ました。で、鍵をついでに、ゲットしといて、まあもうやってあるから出ないんだけど。で、これで、あ、ほんとだ、出てる。防具出てる。防具きちんと出てますね。こういうことか。オパニティフォースも出てた。なるほどね。なので、ポリマー化しておくと、この段階で防具が出るらしいですね。でも強力なフレームじゃないとダメなのかな。ちょっとここは試す必要がありますね。はい、最後ですね。ベルグシアの炉、行ってみたいと思います。とうとうね、この謎めいた箱を開けるらしいので、そこのところを確認していきたいと思います。めっちゃ楽しみ。ここね。なんかね、これ、ドローンの位置なんですけども、左の方とこの右の赤い柱の近くにあるらしいです。ちょっとね、やっていきたいと思います。よし、それでは、ベルグシアの炉、初めてですね、やっていきたいと思います。久しぶりの新しい炉なんでね、楽しみですね。難易度はどうなんだろう。おー、跳ね返ってくる。なんだ？てか、炉の形がおかしくねえか、これ。な、全開になってるんだよ。中身全開になってんだけど。やばいやばい、死ぬ。やめろ。いやー、死ぬー。はい。で、この、円筒あたりに立てばいいのかな。ここら辺で。はい、着いた。はい、痛い、これ。はい。で、もう一個右側の、あれだな。赤い柱の左側にいますね。はい。OK です。これで最大火力がつきました。これで最後のね、ブラックアーマリーの錠がね、解除されます。何が出てくるのやら、楽しみだ。お、あは、跳ね返る。跳ね返りますね。よっ。OK、最後ですね。このボスが全くわからない。
みんなについてくから助けてくれ。どうしたらいいの？どうしたらいいの？どうしたらいいの？ここ？ちょっとわかんないわかんないわかんない。うわなんか来てるなんか来てる。あれか。え？え？あれか。あれか。オッケーオッケー。なるほど。これ壊せばいいの？こんな感じ？やばいやばいやばい、死ぬ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 、もうた、やってもうた、めっちゃ素直俺やん。こんな感じでいいの？でまずこれで足を出させる。 OK、 出た出たところでこれを打つ。こんな感じでいいのかな。あ、終わり。あ、意外と簡単でした。なんか成功法がよくわかんないけど、オッケーで、オッケー来ましたね。で、ゲットして箱がある。開けていく。あれ？あれ？今箱開けたんだけど出ないぞ。今箱開けましたよね。あれあれ？鍵は？鍵がない。え？どっか飛ばされたかも。え、ブラックアーマリーの鍵どこ行った？あー、わかった。俺アホなことしてたわ。これ最後の書いてるね、ブラックアーマリーの女王って要はこっちだわ。こっちの鍵型でこのクエストを進めていくことでゲットできるんだ。なんだ、やっとわかった。だからこれをやんなきゃいけないんだな。要はこのブラックアーマリーの鍵型って書いてるじゃん。こっちをやってブラックアーマリーの鍵をゲットしてこの女王を解除するんですね。なるほど。ということで、まずウォッチャーレンズとかここら辺やっていこうと思います。いやー勘違いした。ちょっとね、時間食っちゃった。アホみたいに、ベルグシアのローを2回回して、必死に、ドローンを撃っていた猫パンチです。どうも。ということで、今回はね、これまでにしとこうかな。次回、明日か明後日の動画でね、この、実際のクエストを進んでいった後、お伝えしていきたいと思います。また、やることが増えて、ちょっとね、活気づいてきたデスニー2かと思いますが、皆さん一緒に盛り上げていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。